この時期は各球団で戦力外が発表される。関心では2015年のドラフト1位の鉱山を含めた8名が通達を受けた。 そして2年連続ビッグラスで原監督が辞任を発表された巨人では三上投手と通算1928安打の中島が来期の構想外と発表された中島に関しては実力が出せなかったというよりも出場機会に恵まれなかったという言い方が正しいかもしれないショートの坂本がサードにコンバートされてサードを守っていた岡本がファーストを守ることでポジションがなくなってしまったそして右の代打としての機会も中田翔が一番手扱いであり チームのバランスを考えると同じタイプをたり置くことができずに2軍の生活となったというのがあっているのではないか。そんな中島は現在41歳で、西部、0級会長戦、オリックスを経て2018年オフに加入し、代打などで勝負強さを発揮した。今季は8試合出場で18打数5安打、打率27、278。 少ないが出場した時にはある程度の結果も出している。中島は引退するのか現役続行するのか本人の気持ち次第であるが現状能力からして獲得球団はあると思う。真っ先に思うのが古巣の西武である。主軸だった山川が不祥事で出場で聞きなくなりチームは5位と低迷している。気になるところで言えば西武には栗山。 おかわりくんとベテランのポジションがいるため、あえてチームの若返りの逆行することをするかがポイントである。そこで新たな球団として出てきているのが中日である。もちろんずっと深刻な打撃低迷もあるのだが福田。どの上などの引退もありベテラン野手がチームに少ないのもある。中島は若手の面倒見も良いことで知られているので代打の切り札。 もしくは、ファーストスタメンなどでの出場機会は、十分にあり得る。右の代打といえば赤井やブライト健太がいましたが、相手投手にプレッシャーを与えるという意味でも中島が代打に出ることでフォアボールを得る確率は高くなると思うし、勝負強いバッティングで得点力も上がると考えられる。YouTube で高木豊さんも同じようなことを言われていた。中島の移籍先は一応、 高木豊氏が断言した球団はズバリ中日。高木さんは立浪監督とも交流があるためこのようなエピソードも伝えている。立浪監督がこういうことを言っていた。リーダーが欲しいと、確固たる実績を持った人がいてくれると、若手が伸びるんじゃないかと考えているみたいと立浪監督とのやりとりを明かし。 中島は右左関係なくてる。勝負強さが残っている。ここ一番代打の神様と言われるような形で行けば中日が固いと思うと明言した。中島は苦労している。いろんなところに行ってメジャーにも行って、帰ってきて巨人に来て、そうやって自分の働き場所を見つけてきた男。その生き様は中日に合うと思うと屈指し、チームを作り上げていく上でこういうベテランが欲しいという風に思うのは一応で中日しかない。打席に入ったら若手よりも血気盛ん。 バッティングだけだったら絶対に使えると中島を折り込むエージェントのように熱く語っていた。私も同感である。シーズンシュバーにどの上が一軍に来てからチームが少し安定したようにも感じたし、やはり電池の中にベテランがいるのは若手が多いチームにとっては大きなクラスとなるはずである。皆さんは中島の獲得はどうのように考えますでしょうかコメント欄にご意見いただけると嬉しいです。いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。 フルスセーブは一塁は人がいると聞きました。昔みたいに遊撃手ができるならともかく復帰は厳しいんじゃないですかね。中日もどうでしょうかね。安倍選手や京田選手を放出しては海選手を起用していましたから一人精神的支柱がいると心強いかもしれませんが、中日ファンは獲得を喜ぶでしょうかね。活躍してほしいとは思いますが、声がかかるのを待って自主トレに励んで、 声がかからず来年4月に現役引退表明となってしまうんじゃないかと。もう一花咲かせてこの年でもまだやれると沸かせてほしいですが、2000本まであと72本というのがネックですね。あと20本程度ならフルスライオンズに戻って達成後引退みたいな感じもあったかもしれんけど、72本あると1シーズンで達成できない可能性あるので2年は置いておけない。なので本当に中日が良いと思います。ドラゴンズに長年必要なのは、明るくガッツがあって、 時にビシッと時には糧を乗せることのできる正史かと、松田信広がぴったりだった。返す返すもおしっことをしてしまった。あるかもね。来年は中島を一塁に固定すれば、72本も夢ではない。あとは今まで守ったことはないと思うが外野にもチャレンジしてみてはどうだろうか。もともと狂犬で鳴らした遊撃士だし。 レフトならいけるのでは、ドラゴンズは山川狙いのような気がするけどね。幼女への連続強制は挨拶事件の中山の獲得という実績もある。立浪は梅宮アンナの件もあるからそのあたりは寛大でしょ西部よりは中日やりそうね。西部はそろそろ中村と栗山の引退可能性考えないとは寛か,から年長の中島入らんでしょ福留にしろ、松田にしろ、戦力外になったベテランは、たまにはつけど、年間通じてはやっぱり使えない。 中日,よかな日ハムもあるかと思うけど若手したいで使うからないかな。